大文字と問題字。銅像。真昼、お前の掃除の担当場所、校長先生の銅像のある通路だったよな。はい。校長先生褒めてたぞ。真昼君は銅像も綺麗に磨いてくれるって。いいね。お。当然のことです。でもな、真昼、さっきちょっと写真撮ってきたんだけど、ここ最近頭を磨きすぎじゃないか？頭のすり減り方が異常だ。年単位で磨かないとこうはならないぞ。うん、確かに。これじゃ校長先生がハゲてるみたいじゃないか。本当ですね。校長先生はふさふさなのに。そうだろ？あの髪がゼラだとでも言うのか？なあ、真昼、わざとか？違います。言われて初めて気づきました。それを聞いて安心したよ。校長先生も少し心配しておられたからな。ちょっと。あ、っていうか磨いてる時に校長先生に止められなかったか？さあ、ゾーン状態で一心不乱に磨いていたので。マヒル君もういいから、煙出てるから。マヒル君。それも伝えておくよ。無視されてるんじゃないかと心を痛めておられたから。もしかして。あ、なあ、マヒル、わざとか？違います。校長先生がハゲてると思ってません。ならいいんだ。とりあえずお前は明日から教室掃除に変更だ。銅像を磨くのも飽きたろ。わかりました。校長先生ってまだ学校にいますか？ああ、いらっしゃるぞ。わざとじゃないにせよちゃんと謝っておけよ。まだいるなら銅像の紙は元に戻せますね。まさか新しく銅像を買わせる気じゃないだろうな。翌朝。おはようございます。おう、おはよう。ん？ああ、おお、やりやがった。おはよう、大文字先生。あ、校長先生、おはようございます。バンダナがよくお似合いですね。うん、ちょっと UK ロックに目覚めてね。しかし、誰のいたずらだ、カツラをかぶせるなどと。うん、まったく、どこで用意したのやら。強力な接着剤でくっついてて取れんのだよ。ま、元の私っぽくはなったが。それはさておき。マヒル君に後で校長室に来るように言っといてくれ。わかりました。まだまだ続きます。